マジンドールは食欲抑制薬である。2007年現在、食欲抑制剤としては日本で唯一承認されており、サノレックスの商品名でノバルティスから販売されていたが、現在は海外での販売は終了しており、日本でも現地法人にあたるノバルティスファーマから富士フィルム、富山科学に販売一貫されている。適用は食事療法や 運動療法の効果が不十分な場合の高度肥満症のみである。また医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における習慣性医薬品に指定される劇薬である。薬理学的特性は覚醒剤であるアンフェタミンと類似する。食欲中枢への直接作用と脳内でのアドレナリン、ドパミン。 セロトニンの神経細胞による再取り込み抑制という2種類の基準により消費エネルギー促進と共に食欲を抑制する交換神経作用アミンである。動物実験による依存性の可能性及び短期間での耐性発現があり、人での依存は明確ではないとされる。中枢神経口噴剤の依存は精神的依存と耐性である。健康保険適用上の投与は三ヶ月が、 限度とされている。また、近畿として、アルコール、薬物依存の気用、不安、抑うつ、異常興奮、または、統合失調症などの精神障害のある場合、他、いくつかの内科的疾患がある。乱用薬物を規制する、国際条約、抗精神薬に関する条約において、スケジュール法の薬物に指定されている。ありがとうございます。